はい、どうも、哲学徒です。今回も、初代トーチライト実況、バンキッシャーで目指す、ストーリークリア、やっていきたいと思います。ということでね、まあ、結構ね、これ実は実況を撮るのは久しぶりって感じになるんですけど、まあね、だいぶストーリーの方も、終盤に差し掛かってきて、まあ、ダークロードだったかな？っていう、敵と戦っていくというような感じになってきましたので、まあ、31回から、続きやっていきたいなという感じですね。いやー、トーチライトね。むちゃおもろいんやけど。そうっすね。じゃあ、32回からかな。スタートしていきましょうか。まあ、なんだろうな、割と、まあ最近ハクスラー以外のことにも結構時間が取られてるんで、なかなかこの実況の方もね、完結できるか心配な部分はあったんですが。やっぱ、なんかな、まあ1日で24時間しかなくてさ、まあその中で、まあいろいろ仕事もしながら、ハクスラ楽しんでるっていう方が、まあほとんどだと思うんですけど、その中で、こう時間を忘れて遊べるっていうのかな。私の場合はまあ本当にもう土日がやっぱり一番時間としては多いんだけどさ。なかなかね、あれではありますけど、時間が短いからこそその中でどうやって遊んだらいいのかとかね。おお、なんかすげえでかいドラゴン出たけど。サーヘルスポーション。割とさ、絵柄はさ、なんかコミカルなんだけど、ちゃんと敵の攻撃きつくなってきてるからね、そこら辺がいいとこだね。物の抵抗持ってんのか、これ。弓矢で育てようかなと思ったんだけど、割と火力的なところで、火力とあと、なんていうの、攻撃の振りがあるんで、ライフルになってるけど、なんか超絶弓みたいなやつとかもあんのかな。おお、いらないゴミとか捨てようか。なんかね、拾っちゃってるから。そうっすね。ああ、まあ、これいらないな。
16アーマーなんだけど、あんまり大した効果ついてないんだよな。抵抗がね、全属性ついてるの、これいいなと思ってんだけどさ。まあ、なんかいいもん出るでしょ、そのうち。ゆったりとしたゲームだからね、フラってやっぱ。割とでもあれかな、レザーキャップかいらないな。キャやっぱ範囲攻撃強いんだよね。あ、こっちは何にもないのかな。やばいやばい。怖っ。割とちゃんと対応しないと危ないよって感じになってきたね。あー、どうしようかな。もうレベル30なんすね。割と早く来たな。んで、ディフェンス。ディクスタリティ。そうですね。ポイントの方も、10ポイント。パリートってこっちかな。アローホールもね、良さそうなんだけど、割とこう難しいとこあるよね。これ固定値なんだよね、ダメージがね。そこが難しいとこではありますな。なんか普段しないような喋り方し始めた。誰やねんって話だけど。やばいんだよな、結構ライフが。毒攻撃とかきついんだろうな。このゲームちょっとあれなんだよね。アイテムがさ、なんつうんだろう。そうなんだよね。オプションむちゃくちゃあれだし、アイテムのハイライトとかあったらいいんだけどな。あんのかな？ちょっと見ますか。
操作方法とか割とないような。なんかね、落ちてるアイテムのハイライトができたらいいなと思ったんだけど、今そういう機能ないのかな。クエスト W は切り替えだもんな。22アーマー、うん、ストレングス4とかな、うん、おどうしようかな。メイス。これはいらないかな。いや、これいいな。スーパーマナポーション。キャラクターファイヤーエンバー。
こう宝石もたまに落ちてるんでね。特に毒がやばそうだね。
の経過ダメージで食らう量は結構すごいんで。ここら辺からちょっと気をつけていないと。ですね、経験値も溜まってるんで。フェンスかな。で、どうしようかな。ローグのスキルも面白そうなんだけどね。そしたら、ローグスキルね。これもなんか欲しいんだよね。
両手浮きか。まあでもな、エクスプローシブショットをやっぱ10にしたいよな。まずか、オフェンシブスペルマスタリー、割とこの形状出ること多いんだよね。これ困るよな。近場で爆発させたいんだけど、なかなか出ない時とかさ。たまにあるのよね。貫通しちゃったりとかさ、割と。あるのよね。
じゃないですか。33回いきますか。なんかね、トーチライトもまあ、ワン、ツー、スリーと出てね、トーチライト4とかね、計画あるのかな。まあ、インフェリ、あ、まあ、トーチライトインフィニティがあるから、あれかもしれない。ナンバリングの4とかもね、
I can't carry anymore. My pack is full. ちょっと一回戻ってこようか。だから。おお、ちょっと待ってね。そうだね。はいはいはい。一回ちょっと戻りましょうかね。服が割と必要なんだな。これの方が上位互換なのか。これいいね。ちょっと待ってね。ちょっとだけだけどダメージ上がるんで、こっちにしとく。で、ちょっとこの宝石をさ、置いていきましょうか。
ユニークスタッフ。モンスケルトン。See you later. で、あ、そっか、クエストが終わってる人もいるんで話しかけて。代々銀遊詩人はあなたと、ワースハインダーザスレイヤーの戦いを歌にするでしょうが、それのどれもが、私ほど心地よくは聞こえないでしょう。はい。もうここでクエスト終わりなのかな。はい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 。ストレングスをどこまで上げるかとかも割と悩ましいところだよな。I've got the finest cut gems in Ember. See you later.ペットに持たしたアイテム売ってないな。それよろしくないですね。そこだけちょっとやっていきましょう。あ、これ違うわ。あ、間違えた。これあれだ、クエストのポータルですね。エクスプローシブショットだけちゃんとカンストさせるか。全然当たんないんだよな。
ンドヘルスポーション。ユニークメイスなのかこれ。いやー結構考えどころだね。フロスト、あれ？あ、間違えた。で、ヒールオールこっち側入れておいてあげた方がいいな。
割とあれだね、なんか難易度が上がってるというよりは、ダメージ量が上がってきてるっていうのはあるけど、ちょっと丁寧にいこうか。
敵の復活とかはなかった気がするんだけど、このゲーム。悩ましいとこだね。なんかな。1600回復。したら次の回行きましょうかね。じゃあ34回行きましょう。ちょっとあれだけ開いとくか。タウンポータルだけね。
少しはあれかな。はいはいはい。微妙なアイテムですね。じゃあ行きましょう。お、お前は我々の計画を遅らせてくれたが、オークダークの時は永遠なのだ。我々に今必要なのは、自発的な生贄だ。だがお前がしたように私は、シリーを取り戻し、ダークエンバーを完成させるのだ。ひざまずくか、滅びるがよい。はい。怖。そうだ、私はここで倒されるはずがない。あいつ逃げてったけど。ラザルス、なんかそう、初代ディアブロのやっぱりね、イメージあるよね、このゲームね。まあ当然ながら開発に携わってたメンバーが入っているというのもあるんだけどさ、ラザルスの間みたいじゃない。あ、ウェイポイント、ありがてえ。次最終決戦ですかね、これ、おそらく。ファイヤーボルトか。サモンゾンビ。ゾンビの服入れとこう。よし、じゃあ34層ですね。いよいよ多分これラストバトルになるかなと思いますので、気を抜かずにやっていきましょう。
オーダーク。生贄受け取りたまえ。え？あら。自分を生贄に。割と別格だな。やばい、ポーション切れたな。どうしようかな。これ何、出れない。あできないのか。ポーションだけでもな、ちゃんとね、取れば。
よし倒した。いやこれからやられる方はぜひポーション多めに買っといてください割と最後どうしようもなくなっちゃうんで、ポーションさえあれば大丈夫だと思うんだけどね。割とあったのかな、もしかしてこのエリアの中にさ。その代わりは可能性ありますけどねはいはい。で、おあなたはトーチライトのためにたくさんのことをしてきた。私のためにもね。いくら感謝しても感謝しきれないわと。はい。邪悪の破滅はそれ自体が報酬に値するけど、私はこの勝利で昇進すると思う。バンキッシャーの仕事は極秘命令とはいえ、王には、オーダークの敗北に責任があると聞いているわ。すぐに帰るつもりだけど、トーチライトの近くには来たるべき戦いで私たちの助けとなる宝箱が、宝物がまだ眠っている。すぐにも、暗闇の、潮流が押し寄せるのを感じる。それに見合う、準備はできているつもりよと。はいはい。いやなんとかメインダンジョンクリアですね。割と最後の敵が強強でしたが、おお、むちゃくちゃいいんだけどね。ステーフリーの部分が結構難しいよな。まあマジックとかはいらない可能性もあるよね。新しい NPC キャラクターが、あなたにとっては長い道のりでした。もし望むならば引退できます。あらかじめ警告しておきますが、引退は永遠です。引退するとあなたの子孫に家宝としたあなたの、アイテムの一つを伝えることができます。アイテムはさらに強化されます。子孫はあなたの名声の恩恵を受け、スキルポイントが増えた状態で旅を始めます。引退したくなったらまた私に話しかけてください。え、怖っ。大丈夫なのこれ。NPC ね。で、こっちに。はいはい。地上では空気がとても新鮮だということを私は忘れていました。以前に星を受けてから随分経ってしまった。あなたがこの世界をそのままに守りたいのなら、地下で腐敗のチャンピオンたちを打ち破られなければなりません。地下1階を調べれば、そういうチャンピオンが見つかります。
ランラス・ザ・オーバーロードを倒し、悪影響をさらなる深みへと追いやってください。はい。これはあれなんですよね。無限ダンジョンみたいなやつ。クロップバック、バック。はいはい。これね、シャドーボルトっていう新しいダンジョンが解放されるんですか。まあ、ここもね、また、ゆっくりとね、やっていけたらいいかなと思います。まあ、メインストーリークリアまでだと、まあ、そうですね、10時間ぐらいあれば、プレイできるかなと思いますので、なんだろうな、気になった方はぜひ、遊んでみてほしいなと思います。まあ、セール中だと本当に300円ぐらいで買えるゲームになりますので、うん、割とね、お手頃な感じで遊べるんじゃないかなと思いますね。エクスプローシブでいいかな。結構ね、スキル振り直しはできないんだけど、振り直しはできないんですけど、まあ、なんだろうな。このスキルいいなーってやつをどん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 強くしていけば、多分、ストリークリアまでは、つまらずにね、できると思いますので。まあ、クリア後の要素のやり込みとかになってくるとね、また少し、違ってくるかなというところがあるかなと思いますが。はい。ということで、まあ、とりあえず、ストーリークリアまで、トーチライトの方、見てくださった皆さんありがとうございます。次回以降はそうですね、こちらの無限ダンジョンの方、早速ね、遊んでみようかなと思ってますので、楽しみにしていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学徒でした。